はい、ではサブストーリーやっていきます。好きなもの買ってくれるって言ったのに。ダメです、もっと他のものを探しに行きましょうね。やだ、私ははるかちゃんの。はるかちゃん欲しいの。はるかだとね。ではサブストーリー、憧れの人。はるかちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。あのはるかのことか。探せばきっとあるもん。はるかちゃんのグッズがいいんだもん。売ってたとしてもはるかちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。お父さんいますけど、目の前に今。いい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママは、はるかちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？うんうん。もしかしたらいい人かもしれないよ。いい娘さんや、うん。何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。出た、ママを困らせない。そんな悪い子も知りません。まあ、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子、はるかのファンだったのか。ねえ、じゃあ話してみましょう。なあ、お前。え、な、何？お前ははるかのファンなのか。うん、そうだよ。あ、もしかしておじちゃんもはるかちゃんのファンなの？ん？ああ、そうなんだ。俺もはるかちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにはるかちゃん好きなんだ。変なの。おじさん、はるかちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに、今はどこにも売ってないの。いや、悪いが俺も知らねえな。そっか、やっぱりはるかちゃんのお父さんがヤクザだからかな。はるかちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近ははるかちゃんの歌も聞いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところでお前はどうしてはるかのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にはるかちゃんが握手会をしてたの。握手会行ったんだ、はるかの。いつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるかはなんて言ってた？私も友達作るのはうまくないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ。一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなこと。うん、それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。おじさんは、はるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところ、声、顔、絵。優しいところやな。優しいところだな。キリュウちゃんに似て優しい子に育ったんや。あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな。私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたもん。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか、さすが。思いがけずアイドル時代の話を聞けるとは。はるか、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。
るかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でもあのコンサートでね、みんな変わっちゃった。日本ドームだ。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。いい子やな。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え、おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとう、おじさん。あ、私、あやかっていうの。あやかちゃんね。おじさんは？俺は桐生だ。桐生って名字でしょ？名前を教えてよ。カズマだ。カズマさん。カズマさん。はるかちゃんのグッズ、楽しみだな。じゃあ、ちょっと探してくるから公園で待っててくれ。うん、わかった。次行くのは、劇場の広場にあるクラブセガです。そうだ。はるかのグッズはどこで買えるんだ？はい、まずはドンキホーテ。ドンキホーテ、あ、ドンキに行けばいいの。あ、先にドンキか。大抵のものは売ってるからな。ドンキ行ってクラブセガ行く感じかな。じゃあドンキホーテ行きます。そういえば、はい、はるかファンの彩香のためにはるかのグッズを探していたな。はるかのグッズ売っているか聞いてみようか。はるかのグッズについて尋ねる。ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村はるかのグッズは置いているか？沢村はるかさんのグッズですか？お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。ああ、お待たせいたしました。お客様、申し訳ございません。あ、やっぱないか。沢村はるかさんのグッズはもう製造中止となっており、めっちゃプレミアついてそう。状況でして。そうか、わかった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。そう、これでクラブセガに行く。アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。そうなのか、よく知ってるな。よく遊びに行くもので。すみません、差し出がましいこと言って。いや、助かった。ありがとう。ありがとう。あれはアイドルファンってのはあいつらのこと。こう片っ端から話を聞いてみるか。話を聞いてみます。ドルオタの方たち。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい。何でしょう？沢村はるかってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか？沢村はるか、すみません、私全国区のアイドルには疎くて。全国区。全国区には疎い。あ、ご当地アイドル。へえ。ご当地アイドル専門のファンでして、テレビとかに出ているようなアイドルには興味がないんですよ。なるほど。はい、地方でけなげに頑張ってるアイドルを応援するのが私の生きがい。北海道から沖縄までのご当地プロマイドをコンプリートしちゃいましてね。います？また今度な。ちょっと聞きたいことがあるんだが。もう一人。あ？なんだよ、おっさん。沢村はるかってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか？沢村って誰っけ？にわかか？聞いたことあるような気がするんだけど、俺夏メロには興味ないんだよね。はあ、夏メロだと。やっぱ時代はチャート1位のユキティでしょ。ユキティ。俺は常に先端のアイドルを追いかける男だからな。ってわけで昔のアイドルはよくわかんねえや。すみませんね。今だと坂道か。坂道系にハマってそう、この人。え、もう一人は違う。スペースハリアーじゃない。誰？この人でしょ。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか？むむ、何ですかな？拙者に何か？沢村はるかっ
ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。沢村春か。ちょっと存じませんが。なんでお前ら知らんの。アイドルですかね。ドームでライブしたんだぞ。3年前に引退したアイドルなんだ。そう。だから最近というわけだ。それは最近ですな。何？というのも私、昭和アイドルのファンでしてな。平成に入ってからのアイドルは皆同じに見えてしまう。全く困りものですな。そうなんだ。すまん、聞く相手を間違えた。忘れてくれ。またれい。またれい。あなたも私と一緒に70年代歌謡コレクションを聞きませぬか。魂が震えますぞ。不況を忘れない。いい。どうや、上の人とも会話ができるみたいなの聞いてみます。この人かな。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい、何でしょう。沢村遥ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。あなた今沢村遥と言いましたか。いたわ、知ってる人。ああ、ちょっとグッズを探してて。グッズを。どうしよう。何？彗星のことだろう。 T シャツ着てる。僕らの心を魅了した刹那、突如引退を宣言した伝説のトップスター。あなたはその沢村遥さんのファンであり、僕の同志というわけですね。ああそうだ、遥さんの歌に俺も心を打たれてな。もうグッズとかを集めたいんだが、売っていなくて困っているんだ。何か情報とか知らねえかな。うん、なるほど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 。確かに遥さんのグッズは引退騒動もあって販売取りやめが相次ぎプレミア化してしまっている、うん、さらに時間も経っているため今入手することは非常に困難なのです。そんなことになっていたのか。ですが実はつい先ほど激レアはるかさんプロマイドを入荷した店があるとの情報を得ましてね、これからその店に向かおうかと思っていたのですが、あなたに譲ってもいいですよ。いいの？本当か。それはどこの店なんだ。ですがあなたがはるかさんファンを装ったただの転売屋という可能性も捨てられません。2016年だよね、シックスの時って。その頃からその効果もう転売屋現れてたのか。同志であることを認め店の場所をお教えしましょう。わかった。はい、約束だぜ。オッケー、答えてやるよ。問題です。沢村遥さんがプリンセスリーグ初登場した時に歌った、あの、あ、覚えてるわ、有名な曲のタイトルはなーに。こんなんじゃない。これやな。こんなんじゃないだ。正解。あなたを同志として認めましょう。まあ簡単すぎましたかね。ではお教えしましょう。はるかさんのプロマイドがあるのは恵比寿屋という質屋さんです。恵比寿屋か。はいはい。ですが激レアですからね。あのお皿売りに行くところです。他にも狙う同志たちがいるかもしれません。頑張ってゲットしてください。はい。ああ急いだ方がいいみたいだな。じゃあ行ってくるぜ。シックスあれだね、あの1個のサブストーリーがめっちゃ長いね。でもね、このサブストーリー終わったらね、4章ぐらいまでないですね、サブストーリーが全く。でも、はるかのグッズについて聞いてみます。いらっしゃいませ。え、買いに来た。で、あ、これ、あれ、どうやら、カリスマの写真ってあるけど、あと、はるかの場合も、あ、5万円高っ。ありがとうございました。あ、でもこれなんかね、5万円あの出さなくってもゲットできる方法があるみたいです。少しね時間を置いてまた来店したら状況が変わるみたいですね。ちょっと時間をかけましょう。はい、何でしょうか。この店に沢村遥の激レアプロマイドがあるって聞いた。はいはい、ちょっと時間経ってまた再来店しました。まだあるか。確かに入荷しておりますが、つい先ほど売れてしまいまして。うん、なんだと。そうか、わかった。またのご来店お待ちしております。はい、ということで売り切れてしまったということなんですが、お店から出ると、 なんだお前ら、返せ、僕のはるかちゃんに触るな。なんだ、こっち側から声したよね。
はるかちゃんに触るなって。あ、あれ大丈夫ですか。こんな神っぺらごときでギャーギャーうるせえよ。おいオタク、こんなん買ってねえで俺たちに寄付しろよ。まだ持ってんだろ。か、返して。うっせえな。いいからさっさと財布出せや。おい待て。なんだてめえは。なあ、あんた。え、僕ですか。ああ、あんた沢村遥は好きか。え、は、何言ってんだこいつ。もしかして転売屋か。あ、大ファンなんか。あ、よかったよかったよかった。大ファンですけど。そうか。何言ってんのおじさん。お前らには気の毒だが、遥のファンは大事にしねえとな。はあ、意味わかんねえ。どうでもいいわ。じゃ、まとめてお財布ゲットといきますか。というのがもう切れてもう3万円ぐらいしかないから全然お金ないです。カツアゲされても間違えたようだな、バカ人が。おら、ボコボコボコ。あれこいつ結構タフやね。よし、なんなんだこのオタク。おい大丈夫か。はい、助けていただいてありがとうございました。これお前の大事なもんだろ。あ、それはあなたに差し上げます。あ、いいんですか。助けていただいたお礼です。そうこと、はい、多分ですけど、遥オタクの人を助けたらもらえるっていう。遥ちゃんのファンなんですよね。さっき僕にファンなのかって聞いた時の顔を見てなんとなく分かりました。それにさっきあいつらと戦う姿がかっこよくて、だからもらってください。あら、きっとその方がこのプロマイドも幸せです。ということで、はるかのブロマイドをゲット。じゃあこれをあやかちゃんにプレゼントします。不思議なもんだな。そうですね。それにはるかちゃんのファンを見つけられてちょっと嬉しいんです。最近はファンを公言しにくくなってるから。あんたもずっとはるかちゃんを応援してきたのか。ええ、もちろん。あのラストライブも僕は会場の日本ドームにいたんですよ。マスコミはヤクザの娘とかファンを裏切ったなんて言ってますけど、僕からしたら裏切られたなんて思ってません。はるかちゃんの歌からもらった勇気や元気は本物だし、誰にだって事情はあるものですから。いつかまたはるかちゃんがステージに立つ日が来たら、また全力で応援するつもりですよ。オタクの鏡やな。そうか、思ったよりも幸せ者なのかもな、はるか。え？いや、なんでもない。ありがとうな。こちらこそ、助けていただいてありがとうございました。よし、早く綾香に持って行ってやろう。うん、公園にいるはずだったな。綾香ちゃんいるかな。あ、いた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 、持ってきたよ、綾香ちゃん。あ、カズマおじさん。ほら、誕生日プレゼントだ。はあ、すごーい、綺麗な写真。おじさん、ありがとう。大事にするんだぜ。うん、一生の宝物にするよ。嬉しいな。早く帰って飾らなきゃ。バイバイ、おじさん。本当にありがとう。ああ、よかった。気をつけて帰るんだぞ。いや、まだね、終わんないみたいなんだよね、これ、うん、喜んでもらえたようだな。頑張って探した甲斐があったぜ。ちょっとね、時間空けてもう一回ここに来ます。あ、いましたね、女の子。あ、カズマおじさん、よかった、探してたんだよ。ん、これ絵を描いたんだ。なになに、これは何の絵だろう。私と、あ、はるかちゃんとカズマおじさん。めっちゃうまいじゃん。だって
かわいい。はるかちゃんのお父さんって、あ、カズマおじさんでしょ。バレてた。どうして、どうして。最初にお話ししてた時に思ったんだ。おじさん、はるかちゃんのことを話す時の目がお父さんの目みたいだったから。わあ。私、お父さん大好きで、お父さんの目を見てお話ししてると安心するんだ。おじさんも同じ目をしてたから。そうか。それに私はアイドルのはるかちゃんしか知らないけど、おじさんの中にはもっと違うたくさんのはるかちゃんがいるみたい。そうかもしれないな。いつかはるかちゃんとカズマおじさんと私で楽しくお話ししたいなって思って書いてみたの。よく書けてるじゃねえか。みんなそっくりだぜ。ありがとう。この絵、はるかちゃんにも見せてあげたいな。ああ、俺も同じことを思っていた。ね。この絵は、俺が責任を持って必ずはるかに届けてやる。本当？約束だ。ありがとうおじさん。今生死をさまよってるけど、はるか。早く帰らないとママが心配しちゃう。またね、カズマおじさん。その絵、絶対にはるかちゃんに見せてあげてね。うん。ああ、任せておけ。なんかこう3年経ってもな、忘れないでいてくれる人がいるってだけでも嬉しいだろうね。分かったやん、はるか。はるかのファンはいい人たちばっかりですね。はい、では続きやっていきます。はるかの事故に関する手がかりを探すということで。あ、ちょっと待って、ここか。うん。牛丼屋さんの前まで移動すればいいみたいですが。ちょっといいですか。今度は何？え？すごく強そうですね。はい。それに正義の心を持っている。いやー、目を見ればわかります。あなたならまたメインと関係ない。この町を救えるかもしれない。誰だ？これはすいません。私、トラフルと申します。この町も随分物騒になりましてね。実は町の至る所で凶悪犯罪が起きています。4の谷村さんの時にやったようなやつかな。もしかして。こんな状況でのんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私、この町のトラブル用 SNS を開設したんです。トラブル用 SNS。 この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。はあ。だからこの町を救うためにもあなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。キリュウだ。キリュウさんですね。ありがとうございます。では SNS に登録しますんで、これでよし。これからカムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。もし助けていただけるものがあればぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。カムロ町を良くするために頑張りましょう。はあ。街で起こっているトラブルが SNS に投稿されるようになりました。 SNS の投稿を見て解決したいトラブルを選択して受諾すると開始になります。これね、見てみるか。あれ、まだ特にない。ほう。電話？伊達さんか。伊達さん。ああ、俺だ。今病院に秋山が来てる。秋山さん、用事が済んだら病院へ来い。はい。俺はちょっと出かけるかな。はい。分かった。すぐ向かう。それじゃな。また病院ですね、はるかのところ。じゃあ、東都病院へ向かえ。バトルマスターって聞くとドラクエやっぱ思い出すんだよ。じゃあ病院行きますか。なんかね、SNS が使えるようになってから街中でね、
道場の人、育ち安尾がね、歩くようになるらしいんですけど、ちょっと見当たらなかったので、そのまま、メインストーリー行きます。初乗り料金。トト病院、ね。かしこまりました。それでは出発いたします。秋山さんがいるみたいですけど。キリュウさん。秋山さん、服装戻ってる。ん？なんだ。ずいぶんさっぱりした。いつもの秋山さんだ。いや、まあ、汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。お金持ってるもんね、この人ね。伊達さんからお筋は聞きました。はいはい。はるかちゃんはまだ ICU です。今のとこ動きはありません。そう。マジか。それよりキルさん、はるかちゃんの子供のことでちょっと。お、区の児童相談所ってのが来てます。区の児童相談所。キルさんに一言挨拶したいって。沢村はるかさんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。はい。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃ、ごめんください。え、そうそう、誰かの子供を児童養護施設に送るってことか。ええ、まだ1歳くらいなので、正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村遥香の親代わりで、キリュってもんだ。だから、赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには手間は取らせねえ。キリュさん、はあ。親代わりとおっしゃいますが、親族ではないんですよね。いやでしたら、キリュさんのような自称関係者に、ひどい。お子さんを引き取ることはできます。いや、まあ、そう、まあ、血の繋がりはないけど。だってほら、例えばもしあなた方が、赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります？何？はあ？いや、確かに今のは大げさに言いましたよ。でも、もしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたって、うちのせいだって言われちゃうんです。こっちは人手が足りないっていくら言っても、そういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さんを預けたら、私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのは、あんたみてえなやつばっかりなのか。そんなわけねえよな。はい。あんたの言葉は子供のことより、うん、てめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。うん。俺もハルカも施設で育った人間だ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみは、それを味わった人間にしかわからねえだろ。だから俺は、まだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。ハルカも目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件は、あなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいで、こんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。これどうにかならんのか。いや、こんな人に預けたくないんだけど。キリュさん、どちらへ。どうする。え、もしか誘拐するの、もしかして。俺は、あ、はるかの子をあんな奴の好きにはさせねえ。ちょっと待って。いや、キリュウさん、え、連れ出すやつやろ。ちょっと待ってください。あ、ちょっと待って、キリュウちゃん、誘拐事件になるってやつじゃないのこれ。あ、一切満たないって人物紹介のとこ書いてたけど、もうこんな大きくなるんや、赤ちゃんって。1年で。そこまでにしましょう、キリュウさん。うん。あの野尻って男は
自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。うん、今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、うん、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。あ、そうなんだよね、そうなんだよ。すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあればこの子は。何言ってんですか桐生さん、そんなことにはなりませんって。だがそうなった時にはハルトは間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうがもうこの子には何もしてやれなくなる。はるかも絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだ。やっちゃうのか。ああ来ちゃった。何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ、少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れていく。はるかが目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のためにムショに行ってたんですか。止めるな秋山、行かせてくれ。考え直してください桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ桐生ちゃん。怖いね。おじいちゃん、俺だって分かってんだそんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。桐生さん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はね。それであれかオープニングの広島につながるのか。で広島まで逃げるってことやろ、ハルト連れて。あーちょ待って秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。ベビーベッド並んでるところでバトルするんじゃないよ。ちょっとほら、なっちゃったということで、ごめんなさい。じゃあ今回ここまでにしておこうと思います。じゃあ次回秋山さんとのバトルやって多分広島編が始まるのかなと予想しておりますけれども、お疲れ様でした。